では、私たちが行う中で非常に大事なものとして、先ほどワークシェアリング、そのために重要なこととしては何がありますかというと、業務分析ということなんですね。私たちがどういう働き方をしているのかということです。では、この業務分析を行うためにはどういうことがですかという中では、業務フローというものを作ります。では、そういう意味合いでは簡単に、業務フローってどうやって作るんですよという業務フローの作り方。それとともに、 私たちの社員の時間の使い方がどうやってどんなふうな使い方をしているのかというのを見える化するということが非常に大事になってきますよ。でそういうことをやることで結果的にテレワークではどんなふうに変わって建設会社が変わるかということでテレワークで変わる建設会社ということでこれからちょっとお話しさせていただきます。 ではあの、業務分析ということでテキストの方は5ページ目になりますがあ業務分析を行うにはどういうことですかというと仕事の手順要はよく言われる工程ということを見える化するということなんですねで見える化するということはあどういうことかというと業務を図式化したものでだから図式化して見える化したものが実は業務フローということなんです単純にではこの業務フローということを私たちが考えている中でどんなメリットがありますか とというと実は業務内容について理解しやすくなるんですね。ですから、どんな手順でやりますかということで、一つ一つ見る。でもう一つは、業務の内容について他者、他の方に伝えやすくなります。ということで、えー、ある意味、ここがあ見える化していくわけです。見える化していく。で、業務内容のどんな業務内容をやってるかというのが、いろんな方々に伝えやすい、理解しやすくなってくれば、 理解が進みますから、そのための、やはり、どういうふうに改善していったらいいんだろうかという知恵、そういう意味では意見、知恵を出すための意見交換というのが行いやすくなりますよという、このような多くのメリットがあるのが実は業務フロー。だから、業務フローを作るということは、大きなメリットがここで出てきますよということでございます。じゃあ、業務フローを作成するときに、 えどんな実はルールっていうんですか、図形があるんですかっていうのは、最初、開始と終了。まあ、業務ですね、こんな開始、ここから開始ですよという、その時には、角がかけた四角形を用います。で、どんな作業を行いますよ作業とか処理。だから業務の作業や処理っていうのは、四角形の中にどんな作業があります。で、業務の中の判断、どんな判断するんですよっていうのは、ひし形を用います。 だから、イエスの場合は下。で、ノーの場合は右側。というところに線を引いていくんです。で、業務の中での書類は、下が波形の四角形を使います。で、そこには請求書もあるし、生産書もあるし、様々な書類というものの提出があるかと思います。では、業務の中の入力作業、もしくはシステムへの入力ということで、そういう意味でこの円筒形。 というのを用いて図形の中でこうフローというのを作っていくというのがこの業務フローでございます。じゃあ、簡単なというところでえ簡単な例をこう挙げさせていただきます。で、これは簡単な例なんですが、どの程度細かく書いていくかというのは、その必要に応じてえみんなで決めればいいことなので、言い方からやるとこう出なければならないというものではなくて、最初は簡単なもの。で、そのうち、 少しずつどん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 細かなものという、それはさまざまなやり方があるかと思います。でそういう中で、例えば、工事日報の業務開始というのから見ると、まず納品証であるとか、伝票であるというのがここに入ってきます。じゃこれを整理しますよという作業がある。で、整理したものを伝票書類の入力、さまざまな、先ほど言いましたように、 えー、ある意味ではソフトウェアがあるかもしれないし、Excel というところでやっているかもしれないです。入力する。で、入力したものを確認する。で、確認して、えー、OK であれば、工事日報業務の提出になるし、ちょっと不備があるという形であれば、またあ入力をそこで調整する。ということで、簡単に言うと、こ,うこのような簡単なものになりますが、この中に例えば、整理業務はどんなのがありますとか。 納品書にはどんなのがありますよっていうのは一つ一つ細かく細かくやっていくという方法も当然あります。簡単に、概略的に言うとこういう簡単な大まかなことでもいけるわけです。で、そういう意味合いで来ていくと、私たちのこの業務内容の中での見ましたよと。で、次に出てくるのが社員の時間の見えるかといますで自分の社員の使い、この社員の方の自分の時間の使い方。 自分の時間はどんなふうに使っていますかどのような時間帯にどんなようなことをしていますかっていうのも重要なことになってくるわけです。したがって、えー、時間の使い方の傾向。要するに自分はどんな時間の使い方をしていますかということで、えー、時間の使い方の傾向を知るということが非常に大事になります。そのためには計画を立てて予測時間と実績時間を記録だから大事なことなんですね。 まず、予測を立てる。で、実績を立てる。で、記録する。これ3つのことが非常に大事になります。で、1日の仕事についても、やるべきことを書いて、優先度を考えて、仕事をする。で、優先度の高い仕事はもちろんではありますが、気が進まない仕事や、緊急でない仕事にも、必ず締め切り時間、締め切りを定めて、いつでも目視で確認できるんです。 だから、要は目視で確認、要は見えるということが大事なんですね。で、打ち合わせや会議ということは、始まる時間は当然大事なんですが、終了時刻ということも記入するで。なぜ終了時刻が大事かというと、終わった時間、例えば会議が1時から始まって、会議そのものを2時半に終わりますよという話であれば、 2時半に終われば、例えば、三時から、うん、別な打ち合わせができるし、三時から、実は、接種さんのところに行くことも可能になる。っていう様々なことが時間的に可能になってくる。ところが、終わる時間がはっきりしなければ、次の作業のところは入れられない。ということは、効率よく仕事ができませんよ、ということになりますから、打ち合わせとか会議っていうのが非常に重要なことは、開始時間は大事なんですけど、 当然ですけど終わり時間というのを明確にしてあげるということが大事になります。で、仕事の優先度をどうやって設定するか。仕事はこうやってやるんですよという優先度については、その仕事、ここが重要なのです、自分が行うべき仕事なのか。その仕事は自分が持っている資格。だから資格者でなければあできない仕事なのか。その仕事は経験者。 経験を積んだ人じゃないとできないのか。で、その仕事は他者他の方でもできる仕事なのか。自分じゃなきゃできないのか。で、その仕事は資格がなくてもできるのか。資格を必ず持ってなきゃいけないのか。さまざまなことがありますから、そういうことを考えて、で、定めていくということです。で、そういう意味合いでは、あ計画を立てて、えー、スケジューリングしていくわけですが、あそういう意味合いでは、 私たちの先ほど言いましたように、この見える化していくという計画を立てて見える化していきますよ。で、そういう中にスケジューリングしていく中で、部長他との連携を考えていくというような中で、自分のタスクをどうやっていくのかという形になっていくわけです。従って、相手方の証明をもらうとか、先ほど言うこと,ととともに、この中で自分がやらなきゃいけないのかということを考えながら作っていくということになります。 ということを考えていくと先ほど言いました、先ほど言いましたように、仕事の優先度ということを考えていく、じゃあそれと計画を立てると、その中での自分のタスク分析、タスク、どうやって自分は業務をやっていくのか、先ほど言いましたように、他社なのかどうかということを組み合わせて作っていく。だから、業務フローがありますと、で業務フローを作りますよと、業務フローを作るときには、この仕事の中には、 あ仕事をどうやってみんなに分かってもらうように見える化していくのかで、見える化していくということについては、どうやって仕事を自分のところで優先的にやらなきゃいけないのかっていう優先度があります。でそのためには、どうやって先ほど言いましたように、この計画を立てる、計画を立てる中で優先度が出てきますから、計画を立てる、だから目標を立ててる習慣を立てて、えー、細分化してスケジューリングしていく、で発注者の承認をもらう。 というような一連のところを踏まえながら、ポイントとなってくるのが、このタスク分析をする。先ほど言いましたように、タスク分析のところに仕事の優先度というところで見ますと、例えば何度も言いますけども、自分が建設とか土木と,というところの卒業学科、普通科を出ているかというようなところで見ると、資格として自分ができるのか、他者ができるのかというようなところで、記号 A とか B とか C とか。 で、これは経験者の仕事があるのか、もしくは未経験でもできるのか、自分じゃなきゃできないのかっていう、そういうところを記号で分かるようにする。っていうことがポイントなんです。ですから、うん、タスク分析という、ただだけの中に、そうこういうもの、計画を組み込む、で、優先度が組み込む、で、タスクをどういう形が組み込むという形になっていくことによって、広く見える化していくわけです。じゃあ その中で、えー、じゃあ自分がやらなきゃいけないのか、他者がやらなきゃいけないのか、どうかっていうのを見ていくのに、タスク分析チャートというのを一つので、いうのをこちらに挙げさせていただいております。これを見ていただくと分かるように、資格としては、発注者との打ち合わせというのは自分じゃなきゃいけないんだよ。でも、計画内容の確認であるとか、現場納品の品質の,の確認というのは、資格者がなきゃいけないんだよ。 でも、伝票の確認、もしくは写真の確認というのは、自分じゃなきゃいけないけども、資格がなくてもできるよねと。でも、発注者の方に言われた打ち合わせの、こうでしたっていう報告書、もしくは、あその現場の管理というのは、自分じゃなくても、資格が持っている方であれば、できるかもしれない。で、えー、伝票の整理とか、写真の整理というのは、資格がなくても、自分じゃなくても、他の方でもできるかもしれない。 というように、この自分が行っているタスク、ですから先ほど一番最初にありましたけど、業務フローがあって、その業務フローの中で、いろんな業務の中で自分たちはどんな業務があっているか。で、その中で、仕事の優先度というのを見ている中で、じゃあどういう資格があるか、タスクを見ていくっていうタスク分析、こういうものを組み合わせていくことによって、様々なことが見えてくるという形になります。従ってタスク分析のチャートと、 いうのを見ると、やっぱり自分がやらなきゃいけないのか、経験値なのか、未経験値なのか、というようなことを、ちょっとこういう中で、えー、入れていただくということがポイントになってくるのではないでしょうか。従って、えー、私たちがちょっと考えていただく、考えるときに重要だな、というふうに思われるものはあ、何がありますか、というと、実は、こういうとこに落とし込む。で、えー、もっと言いますと、要は、 あ仕事に自分のやるべき仕事要するに技術者は技術者としてやるべき仕事に本業に注力していくでこれはよく私言うんですけどテレビドラマの有名な「ドクター x でー大門さんが言うわけですよ。 他のドク,ドクター、お医者さんがあ論文を書くのに手伝ってくださいというような話をしたときに、えー、大門さんが言うわけですよそ。その仕事は、医師免許証がなければできない仕事ですかというような言い方をするわけですね。そうなんですよ。皆さんが行っている仕事は、例えば土木施工管理技師1級、土木施工管理技師2級、技術士とかさまざまな資格があるかと思います。 でそういう資格がなければできない仕事なのか。で、管理技術者じゃなきゃできない仕事なのか。というようなふうに見て、えー、分類していく。で、そうじゃなくてもいい仕事であれば、じゃあ、先ほど言いましたように、お手伝いできる方に手伝っていただく。ということなんですね。そうすることによって、自分の仕事の中に注力する。メインの仕事に注力するということが、 あポイントになってきますで注力するためには自分がどんな仕事をやってて、えー、どういうことをやってるかということを広く知ってもらわなきゃいけないから見える化する必要があるすだから業務フローも必要になってくるしでタスク分析も必要になってくるしでこういうことをやってる中で初めて、えー、あこれだったらあアシュスタントの方にここのところを頼んでもらえれば やっていただければ。じゃあ、働く時間が短くなるなと。で、えー、言い方を変えれば、あこれらの仕事は、一人に一つずつつく必要はなくて、ある一定の仕事の中で、えー、やればいいんじゃないんですか一定のことって何ですかというと、数人の。 グループの中でお一人そういう方がおいでになればいい、もしくは一つの課の中でお一人サポートしてくれる方がいればいい、というように、一つの事務所の中でお一人サポートしてくれる方がいればいい、というように、一つの現場を一人の方がサポートするという考え方、全く必要ないわけです、というように、のためにこんなことをやっていったらいかがでしょうかということを提案させていただいているわけです。 建設会社におけるテレワークの現状というのをちょっと考えてみたいと思います。で、よく言われるように、建設業というのは現場作業が原則ということでございます。したがってテレワークというのは困難ですよと、建設業では難しいですよというようによく言われております。確かにそうなんですね。現場を動かすということはテレワーク。でもよくよく考えていくと、 いくつかそういういところは見えてくるわけですそれはどういうことかというと、建設業、私たちを含む現場作業ということと、対人サービス業というのは、実はある意,ある意味、近いんですね、やっぱり似てます、だから人と接しなきゃいけない人、でも本当にそうなんですかというふうに考えていけば、実は少しずつ違ってきてますよと。 ではテレワークの導入率っていうのは、県政業の5割を突破しているというように言われています。で、ある意味では、これは東京都のテレワーク関連調査ということで、えー、行われたものなんですが、そういう中においては、自粛前と比べると、自粛したときには40%も増加したというふうに言われております。 では、どんなところがテレワークできるのか、これはやってみるとさまざまなところができます。これは建設業とは直接関係ないんですが、これは私がちょっと親しくしている、ちょっと大手、これはちょっと大手なので、現実的にはあの参考になるかどうかというのは、ちょっと議論の余地はあるところではありますが、例えば大手のある製造業の製造現場では、 あ一つのラインを動かしているのに必ずラインで働く方は当然います。これはある意味、えー、よく言われるブルーワーカーと言われているその現場の働く方がいます。でそこのところで一つ一つの品質をこう確認する品質確認者あるいは品質管理者担当者という方がいて現場の中を見て回っていたんですが実はそこにおいては品質管理する方はテレワークで。 品質管理し始めるとそれはどういうことができるかというと、先ほど DX、デジタルトランスフォーメーションじゃないんですけども、IoT というのと組み合わせて、それで遠隔のカメラで物を見てで、そこはある意味では温度を見るという,ような形もしてで、いろんな自分が今まで現地に行って確認していたところを、そういうデジタル機器を使いながら、自宅で確認して、 で、自分なりに、ここはちょっとおかしいなというふうに感じたところは、あちょっと LINE のところでその部品がおかしいと思うので、ちょっとお検査台のところに載せてくださいという形で、えー、細かく確認すると。できたものを確認すると。というようなことをしながら、従来と同じ以上の、もっと細かくある意味品質管理を行うということで、製造業の中においても、 ものを作っている中においても行っているという事例のお話も聞きました。で例えばそういう面では建設業においては相当建設機械の中においてもご承知のようにローカル 5G というのが今いろんなところで言われ始めてます。でご承知のように NTT とか富士通とかああいうところはローカル,ル 5G のための サポートを舞台までいますので、そういうことをやれば、リアルタイムでできるということが言われています。で、そういうところは、非常にお聞きになっている方々からすると、設備投資の費用がかかるよないというように思われるかもしれませんが、まさにこういうところを国は支援しているわけですね。 そういう意味合いで、えー、ある意味、IoT を対応しようとするとか、もしくは、あそういうことを考えているという業態を進化させようというところには支援しているというところを知っていただければ、あ,ある意味、自分たちが変わっていけるとで。建設業のテレワークというのは、そういうことを踏まえれば、ご承知のように大体大手建設業というところからか進んでいっているということは、もう事実でございます。 ですから、大手と中小というところでは、いろんなところで差が生まれていくる、こういうことが進んでいくと何が出てくるかというと、100人未満の企業ではなかなか進んでいませんよということが言われます。で、ここが進んでいかないということは、最初の方に戻ってきますけれども、実は若い方が、うちの会社に来てくださいという。 時ににここにまた大きなギャップが出てくるわけですだからご、皆さん考えていくと、やっぱりこういうところの地道な努力というのも必要になってくるよというふうに考えていただければと思います。で、建設会社におけるテレワークの実態というところを見ると、どんなところでしょうかというと、まずはご承知のように先ほどの例もありますが、ーテレワークを実施している建設会社で、まず設計部門、次に管理部門。 とというところがれはもう皆さんも誰が考えても分かるように比較的その辺のところはスムーズにテレワークに入りやすい要するに、えー、というのは容易に想像がつくかと思います。とはいえある意味テレワークを導入した時になかなか進まないよと設計部門でも進まないよということをおっしゃってるという理由に一番大きな理由は実は閲覧できない資料を もしくは持ち帰ることができない資料、データ、ということで、実はあ会社に行かなきゃいけない。というのが一つあるんですね。テレワークが進む。ということはどういうことかというと、こういうことは、こ,ううことを改善すれば、だいぶテレワークに対して可能性が出てくるということが言えるわけです。で、当然ではありますが、リスク管理。 というのが重要になってくるわけです。で、非常に私たちが使っている、ある意味、この建設会社が使扱わせていただいているデータというのは、非常に、あの、なですか、あの、秘密保持っていうんですか、あ、を考えなきゃいけない貴重なデータも数多くあります。これは、あの、設計部門であったり、様々なところのものって、えー、非常に考えなきゃいけないものであるので、そういうことを考えた。 リスクヘッジをしたような形でのデータの取り扱いというのが非常に重要ではありますがそういうところを考えたところでクラウドに入れるとかでデータの管理をするというようなことがしていければ可能なんですでなぜそんなことを言ってるかというと実は私は建設業の仕事もしてましたけれどもある意味外国でも働いたりしておりました。 でそういう時に外国の企業ではデータ、相当貴重なデータでも出先で見れるようにしているんですねで。それは皆さんがご承知のようにや当然皆さんも今も経験されているかと思いますがあー銀行預金の時に皆さんがネットでネットバンクで出ちゃったりするとそこではセキュリティのために様々なことをやっています。例えばセキュリティのような USB を入れて、えー、番号をやってセキュリティチェックしてる、そういう形で、えー、非常にリスクを低減するというようなルールを作ったりしています。それと同じようなことが実はやっていけばどこでもデータが取れるしどこでもデータが見れるというこれはもう十数年前からいろんな企業がやってますからそういう技術が進んでいるわけでしたがって、えー 自分が行かなきゃ閲覧できない資料というのは改善することは今のことではそんなに難しいわけではない。だから言い方を変えればそこを改善しようと思うか思わないかということでここは出てくるわけです。ですから現場作業が原則というような建設業ではテレワークはこんなんです。もう決めつけちゃうと困る。ですから実はできるんじゃないか。できる方法はあるんじゃないかという目で見る。 だから先ほど言いましたように、やっぱり他の産業、他産業の方と一緒に働くという形の中に初めて、あこういうことをやってるなというのが見えてくれば出てくるわけです。したがって、えー、何度とも言いますか、ローカル 5G というような形を使っていくで、自前で構築するということでの推進、遠隔作業の推進というようなことも当然では出てくるということです。 私たちの中でテで,ので,でテレワーク変わる建設会社じゃなぜテレワークで変わる建設会社というのが重要になってくるかというと何度でも言いますけど私たち建設会社の中でこれから建設会社が進んでいくためにはやはり若い方さまざまな方が建設会社で働いていただきますよもしくは建設会社というのが実は働きがいのある会社ですよ でもっと言うと、世の中の明るくする会社ですよ、ライトワークをする会社ですよ、要はライスワークだけ、ライスワーク、ご飯を食べるために建設会社で働いてるんじゃなくて、それも大事ですけど、やはり社会のために働いてますよで、そういうやりがいを建設会社で持つというところに人が集まっていく、その事例として、ちょっと早足ではありましたけども、ビリ業の話をちょっとさせていただきました。 したがってこのテレワークが採用されてくると何ができるかなというとワークシェアリングという概念の最初に話しましたワークシェアリングの概念というのが推進されていくわけですでワークシェアリングを推進するというのは先ほどの中にありましたテレワークの推進と全く同じように自分たちの中でどういうタスク分析どういう働き方をしているか ということがポイントになりますから、そういうところが的確に分析されてくる。で、仕事が見える化していくる。そうすると、ルールも明確化していくるということです。だから、この仕事は、こういう資格を持って、こういう人が、ここはやらなきゃいけない。しかし、ここはその必要ないよという形で、メリハリの効いた仕事の推進ができる。これがワークシェアリングをまた推し進める。ワークシェアリングを推進する。 という原動力にもなってきますでワークシェアリングをどんどん原動力として働いていくことによってこのワークシェアリングのメリットという話でさせていただきました建設業の働き方改革ということが非常に可能になってくるということはどういうことかというと週中2日とかもしくは残業が本当に1週40もう本当に1、えー、40時間を切って で働けるとかいうように今現在相当は難しいと言われていることが可能になってくるということが建設業の働き方改革の一つになってきますしたがってこれらのことを皆さんが考えていただきながら今回の私どもの建設ワークシェアリングを推進していただくということが重要ですねと ということを皆さんと共にちょっと考えていただきたいなということでお話をさせていただきました。ということで、えー、私の今日のお話はあ、ここで終わらせていただきたいと思います。